カヘティ州は、ジョージアの東部に位置する州。グルジア語の一種を話すカヘティア人が暮らす。北は、コーカサス山脈で、北東でロシアと、南東でアゼルバイジャンと、南西でクベモカルトリ州と、北西でムツヘタムティアネティ州と、それぞれ接する。都市フゴンボリ山脈を境に、東側が、内カヘティ、西側が、外、カヘティに分けられ、東へは、 アラザニ川、西へは、イオリ川が流れる。ダビドガレジフクゴー州動員がある。アゼルバイジャンとの間で、領土問題を抱えている。一般的に、アラザニ川うがんの内カヘティ、イオリ川中流の盆地からなる外カヘティ、両者の間の基地域、アラザキ川砂岩の四つの地域に分けられる。中世はこれに、ヘレティ地域を加えていたが、15世紀から徐々に忘れ去られた。 カヘティ州は、下記の八つの地区で構成される。8世紀末頃から独立した封建国家が存在した。11世紀初頭に、グルジア連合王国に組み込まれたが、10年足らずで、離脱。12世紀初頭に、グルジア王ダビド4世によって、再度連合王国領とされた。連合王国が崩壊した1460年代に、独立し、1762年には、 カルトリ王国と合併して、カルトリカヘティ東グルジア連合王国に国語を改めテラビオ首都とした。しかし度重なるペルシャの侵略により国力は衰え、1801年にロシア帝国に併合された。1918年から1921年までグルジア民主共和国に、 1922年から1991年まで、グルジアソビエット社会主義共和国にそれぞれ属し、1991年の独立後は国内の一地方として機能している。テラビは現在もこの地方の中心都市であり続けている。ありがとうございます。